今回の選挙に市議会議員候補として佐川信之が立候補しております。では一言ご挨拶させていただきます。はい、浦安駅周辺ご通行中の皆様こんにちは。私日本改革党佐川信之と申します。ちょっとの間うるさくして申し訳ございません。ご沈黙ください。我々日本改革党はまだ若い政党ですけれども、このまま日本をですね、このままにしておくと本当に貧乏になり、そして日本が本当になくなってしまうんじゃないかという危機感を持ってここにいる代表のもとに集まりました。そして代表とともに活動しております。その公約といたしましては、まず外国人生活保護の廃止です。この外国人生活保護、どういう外国の人がどのくらい、国別ではどういう国の人がということを明らかにしてですね、これをつまびらかにして皆さんにお知らせする。そしてこれを廃止する。生活保護っていうのは私たちの税金からもちろん外国人の生活を見てるっていうだけではありません。彼らはなんと病院代も薬代も無料なんです。だから皆さん方、我々の健康保険料も値上がりになってしまう、値上げになってしまう、そういうものなんですよ。これ浦安でもね出てます。国と浦安市で両方でお金を出して外国人の生活保護がなってるんです。そしてさらに保険料、薬代、保険料の値上げによって薬代や病院代も全部無料になっている。あれがね、昨日来たような外国人、日本語もできないような外国人に払われていること、皆さん問題じゃないですか。これがまず一つです。そして国保税の滞納率の調査です。国保税、これをですね、外国人と日本人の割合でどのような滞納率になっているかということ、これを調べたいと思います。何が言いたいかというと、外国人の生活保護が日本人の倍ぐらいあるのと同じように、国保税の滞納率も日本の3倍4倍あると言われています。こういうものをですね、ちゃんと情報を取って、議員調査権を使って、議員になって議員調査権を使って情報を取って皆さんの中に知らせる。そして世論を作ってこれを廃止する。とっても重要なことだと思いますよ。皆さん我慢しない、嫌なことは嫌っていう、そして見てみるふりはしない、重要なことじゃないですか皆さん。さらにですね、もう一つ、最近ネットでも話題になってます。WBPC ね、こういう要はですね、特殊法人があるわけですよ。これ皆さんね、 NPO 法人とか NGO 法人とかって言います。聞いたことあるでしょ。これが福祉なんかを歌って、浦安とか浦安市の税金とか国の税金をもらって運営してるわけなんですよ、一部をね。それがですね、この委託事業、補助金事業をちゃんと調査してないために、ザルな会計、さらに下手すりゃね、自分で勝手に作った自分の個人的な団体に、その浦安市から降りた税金がそっちに行ったりすることもあるんですよ。だって NPO、NGO 法人の数ってコンビニと同じぐらいあるんですよ皆さん。その中にはたくさんのお金が、私たちの税金、国に払った税金、浦安市に払った税金からいっぱい出てるんですよ。こういうことをね、ちゃんと調べて、それをですね、ちゃんと疑義が生じれば糾弾していく。そしてそれにもし関わってる議員がいたならば、役所の人間がいたならば、これをちゃんと追及していく。こういう当たり前のこと何もやってないでしょ。そしてやってない見返りとしてキックバックね、いろんな不正なお金が出てるんです。また官僚の天下り先、こういうねところに特殊法人、 NPO 法人、 NGO 法人がなってるっていうことがあるんです。こういうの全部ね洗い直して、ちゃんと会計をやり直したら、税金なんか上がることないんですよ。こんなに皆さんの税金がね、一生懸命稼いだお金の半分が税金なんて国ないんですよ皆さん。こういうことをねやめないから、いつまでたっても日本は貧乏になっていくんじゃないんですか。こういうことをちゃんと改めて、嫌なことは嫌っていう、
そして払う必要もない外国人の生活保護を払わない、こういうことをやっていかないと日本はいつまでも変わりません。ぜひともですね、強い日本、豊かな日本を次世代につなぐためにも、このようなですね、不正な会計をやっているものを糾弾したり、外国人の生活保護をやめさせる、こういうことを私は公約に掲げて活動しております。ぜひ安らに立ちます。私、日本改革党佐川信行が安らに立ちます。矢面に立ちます。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、浦安市の皆様、有権者の皆様、佐川信行にご投票ください。浦安市民でない方は、浦安市にお知り合いがいたらお声掛けください。何卒よろしくお願いいたします。